皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは見る場所を変えるということについてお伝えしていきたいと思います。人っていうのはいろいろな事象があった時にいろいろなことを感じると思うんですけれども、例えば同じことが一見人から見ると不幸なことが起こった時にでも、それを不幸という目で見るのか、もっとひどいことにならなくってラッキーだったっていう目で見るかによって、自分の幸福度とかやっていくべき行動っていうのが変わっていくんですよね。ですからもしかして今例えば、うまくいってないとか残念な状況にあったとしても、例えばなんですけど、それが今の体制を見直すための一つのこう天から与えられた継承というか、考え直さなくてはいけない時になっているというふうに思うと、手入れをしていくことができて、その後すごく業績がアップするっていう話は普通によくある話ですよね。でこれは自分の事象に起こっていることで、例えば不幸かなと思うものを裏側から考えて、今足りないものが継承として現れてるんだって言って直すっていう考え方もありますし、あと見る場所を変えるっていう意味では、必ず物事っていうのは両側面があって、例えばある人にとっていい人っていうふうに見えてるものが、ある人にとってはその人悪い人だよねっていうふうに見えるケースがあります。だから人を判断するときにも、その人のもちろん見えてる面とかっていうことから判断するのは構わないんですけれども、違う側面からその方の性格とか行動を見た時に違った視点で見えてくる場合もありますよね。ですから人を見る時にも見る角度を変えると、その人自身の性格とか行動パターンも違って見えてくる時があるので、なるべく本来は多角的に見てあげるということができるのが本当は一番理想ですよね。あとご自身の未来というものに関しても、例えば足元を見る、下を向いて足元を見なくちゃいけなくって、その後顔を上げて空を見るっていうようなことが必要な時もあれば、しっかりこう地に足をつけてっていう時にはちょっと下を向かなくてはいけない時もあるかもしれません。だけれどもずっと下ばっかり向いてると、上にもっと素敵なことが起こっていたり、例えば人が歩いていてもですよ、地面ばっかり見ていたら、そのあまり綺麗なものじゃないものばっかりが見えているような状態でも、首を上げて上を見れば空がすごく青くって綺麗な景色が見えるっていうことで心が晴れるっていうこともあったりするわけなので、見る場所を変えるっていうだけで自分の心も変わったりとか、思考も変わったりとか、アイディアも変わったりする可能性もあるんですよね。だから何かこう一つのハマってしまったところにずっと落ち込んでそこにいるっていうよりは、見る場所を変える、ないしは自分が動いて見るところを変えるということをすることによって、現状打開をする大きなヒントにもなっていくと思いますので、今の状況は今の自分の目で見ているからそういう状況になっていないかっていうのを今一度考えてみると、新しい打開策が見えてくるかもしれませんので、そんな視点からちょっと物事を見ていただけるといいかなというふうに思ったりしています。それでは